はい、1試合目はね、長打目造戦で頑張っていきましょう。結局ね、あの皆さんに見ていただいたギアのまま来ましたね。もう考えるのめんどくさくなったから、まあ一括速とスペードを 1.3 ずつ積んでたらなんとかなるやろっていう自分にないやつですねギア選び適当かいうことあるんですけど、今回はね、そんなギアなんかどうでもいいんですよ。ギアはもう一つだけ、サブのダメージ軽減回、これだけ見ていただいていいんですよ。上ミートボールクラッシャーおるやんか、上に。あ、ナイスですね。ミートボールクラッシャーの人戦ってくれてます。戦ってくれてる、倒してくれてる。そう、そういうとこね、味方の人。ちょっと待って、ちょっと待って、すごい雨降らしが、これは大雨洪水警報出てますね。間違いなく皆さん、まあ、自宅待機ですよこれはすっごい雨降ってきてるということで、さあ僕の爆風が生かされる時は来るんでしょうかね。ちょっとよく分かりませんけど、あそこにちょっとミートボールの、僕よりもちょっと強力なミートボールがいますね。ミートボールね、ほんま飛距離がやばいんで、そこだけは気をつけとかなか。ほんでこれたまにポイントセンサーとかも効いてくるんちゃいます。うわ、ほらミートボールここまで届きますからね。そんなことあります？大野城もポイントセンサー持ってる。ええ、大体大体大体、あ、ミートボール、あ、待って、あれちゃう、あのイカスフィアちゃう。いや、けないです。あれ、なんなんやろ、分かんない、イカスフィアなんかな、ちょっとよくわからんけど。おお、ボムラッシュ溜まってよかった、びっくりした。あれ、ちょっと待って、この下におる、下に、おらんな、おらんな、え、おらんな、全然おらんだみたいな、おらんだみたいな、ちょっと面白い、いや、おもんないかポイントセンサープレゼントしていきましょう。お、味方の人がジェットバックナイスですね。そう、これなんですよ。あ、これもどうね、ちょっとね、爆風ダメージね、入ったドーンってちょっと入ったでしょ。これもね、ダメージね、あの防いでますからね。こういう感じなんですよ。まあ、ちょっと近づきすぎたらデスするっていう恐怖もありましたけどね。あ、直撃だ、直撃だ、いや、けないです。もうね、洗濯機のね、直撃ね、ほんま、ええ音すぎてやばいんですよ、本当に。パシャーンって言いますからね。これが楽しみでやめられへんみたいなとこありますやん。で、ミートボールクラッシャーどこ、うわ、イカスヤ来てる。あ、これミートボールクラッシャーの人や、これ絶対。これ絶対ミートボールクラッシャーの人や。もうすぐわかりますもん。なんなんミートボールクラッシャーって。そんな武器見たことないと。先回りしてボム投げたりしたらデス取れんじゃないですか。あ、全然無理。あ、でもここでデス取るのが、まあ、僕の実力ではありますね。ナイスですね。アシストキルでしたねあ、でミートボールクラッシャー来てる、ミートボールクラッシャー、はい、ナイス。ちょっとアシストキルめっちゃ多いやんでもあれやん、確実にね、僕のこのダイソンの掃除機のトルネードアタックが決まってる証拠なんですよ皆さん。あ、デスできる、デスできる、デスできる、ちゃう、キルできる、デスできるって、そんな何の自信なんデスできる自信、デスこれがデスできる自信なんですよね。思いっきりもうおじいちゃんでしたね。まあこういうことなんです。あ、なんか味方陣地めっちゃ塗られてんぞ。誰誰、うわ、ちょっと、いや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 、危ない危ない危ない、え、なんか、え、ちょっと待って、おかしいおかしい、え、なんか今めおかしいおかしいおかしいやん、ちょっと速度おかしいやんスープカリーマンの動きやばいやん、あれほんまに、ちょっと今の動きやばいやん、どう見てもめっちゃ高速で9番ボムラッシュしてじゃんこれちょっと面白かったでね、これあれやな、本編1作目ちゃうわ、1本目に行こうと思ってたけどね、急遽ね、あのおまけ動画にしましょうか。やばいですやん、チートですやんまあ海鮮の問題やと思うんですけどね、まあ、海鮮丼のパワーめちゃくちゃ見せつけられましたよ。えぐいほど動いてましたやん、ビビりますやん高速で動いてエネルギー使いすぎてエネルギー切れたら行動不能になるみたいなね、めちゃくちゃ面白かったですね。まあこういうことなんですよ皆さん、あのめちゃくちゃ爆風軽減のね動画やったんですけど、急遽ねチーターの動画にね変更してね、おまけ動画にするからさ、また1本目気合い入れて動画撮ってきますわ。